曲をルミナさんに、はい、お届けする日というのを、はい、今日に設定してみました。あ、そういうことなんですね。そういうことなんです。なるほど、はい、しゃべれ電波少女、はい、お久しぶりです。はい、お久しぶりでございます。今日は、何でしょうか。今日はですね、はい、7月7日の七夕以来ということで、はい、大体1ヶ月ちょっと経っておりますが、はい、はい、しゃべれ電波少女、松島ふみなの私の曲ができるまで新曲発表。スペシャルですが、ずいぶん経ってるけど、はい、みなさん的にはどうでしたでしょうか。ジョンさんと初めてお会いして、うん、なんか本当にお話ししやすかったですし、うん、歌もとても素敵だったので、うん、コラボしたいなと、うん、私は思ったんですけど、うん、ジョンさんの反応がいまいちだったので、収録後すぐにもう帰ってしまったので、あの反応が本当なのか、うん、いや実はコラボ、うんしたいんだって思ってるのか、うん、そのあたりが気になります。なるほど、そうだよね。ジョンさんからはルミナさんとコラボしたいっていうふうに言われております。はい、前向きか後ろ向きかで言うと前向きに考えてくれております。あ、よかったね。今でも、1ヶ月時間が経ってどうなってるかわかんないですけど、はい、あの連絡取られてないんですか。うん、あのそれ撮ってますけども、はい、はい、なので、あの時に約束したことを覚えていますか。約束したこと、うん、12月のジョンさんのクリスマスパーティーで、うん、私とジョンさんが小山さんの鼻歌から作る曲を披露するっていう、はい、その通りです、はい、あ、その通りなのですが、はい、その曲をルミナさんに、はい、お届けする日というのを、はい、今日に設定してみました。あ、そういうことなんですね。そういうことなんです。なるほど、はい、だから処理金を。はい、なので今回のタイトルとしましては、はい、私の曲ができるまで、はい、ジョンさんとゴスペルソングを作るぞスペシャルです。あの宣伝にジョンさんはどう思ってるか分かりませんけど、前向きにっていうふうに言っていただきましたので、はい、信じて、はい、でその流れでいくと、はい、どうやって、作っていくかっていう何となく流れは話したと思うんですけど、それを覚えてますか。その小山さんの鼻歌を私がピアノで本当に起こして、それをジョンさんに作詞してもらう、こういう流れになっておりました、はい、僕の鼻歌をルミナさんに起こしていただいて、はい、で曲を作っていただき、はい、で、詩を、詩の部分は特に言ってませんでした、はい、その曲をルミナさんはゴスペル風にするのはちょっとやったことがないしわからないので、はい、ジョンさんにお願いできますか。わかりました、快楽でした。思い出しました。はい、はい、なのでまず段取りとしては、はい、まず、今日私の方から、はい、鼻歌が届きます。わー、ドキドキ。そして、はい、それを、今度は鍵盤に落としていくという、はい、作業があり、はい、でそれで、曲ができたところで、ジョンさんとコンタクトを取り、はい、そして12月に向けてそれを死はどうしようかとか、はい、そういったものも含めてフミナさん、ジョンさんで12月のクリスマスまでに作っていくという、そういう作業になります。じゃあ、あと4ヶ月はいはい、あ、そうだね、そうだね、わ、はい、かりました、はい、そんな感じでいきたいと思います。はい、さあ、じゃあ改めて、お題、お題じゃない、今回のタイトルですよ、もう一回言いますと、はい、私の曲ができるまで、はい、
ジョンさんとゴスペルソングを作るぞスペシャルです。お願いします。改めて皆さん、今回のこの企画、はい、どんな風なお気持ちでやりたいなと思っておりますでしょうか。ゴスペル調の曲になるということで、私もまあ初めての試みなので、すごく楽しみにしながら、頑張って小山さんの鼻歌を本当に起こしたいなと思います。はい、まあ、僕の、鼻歌をお届けする前に、はい、前回の、そのままの君でを、はい、鼻歌を聴いた時、はい、あの時の気持ちってどうだったのかなということなんですけど、はい、まあいかがでしょうかね。多分前回も言ったと思うんですけど、ワルツに歌詞をつけて歌うって難しいなと思ったんですよ。あんまりそういう曲がないので、うん、なのでまずあ、ワルツかって思ったのと、でもその全体的にその夜空を見上げながら、うん、まあ、会えない人のことを思って、思った曲っていうことで、うん、なんかロマンチックな曲にしたいなっていうふうには思ってました。なるほど。はい、さあ、では今回ね、はい、この後お聞かせしますが、はい、今皆さんの中ではそのクリスマスソングっていうことなのか、はい、それこそゴスペルってことなのか、まあそれの中ではね、はい、いろいろこういう風になってたらいいのになってのあるかもしれないんですけども、はい、イメージとしてはどんな感じが来るといいなっていう、はい、なんかそのジョンさんと私の2人でコラボするっていうことなんですけど、でもそのゴスペルって大勢で歌う曲のイメージなので、みんなで歌いやすいような曲になったらいいなと思います。わかりました。はい、では、いよ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 発表したいと思います。はい、そして今回は、はい、まあ、前回もそうなんですけども、はい、部分を僕が思いついたこういうフレーズが入っているといいなっていう曲を鼻歌にしてみました。おーおー、はい、はい、なのでその鼻歌をこれから流しますね。はい、で、やはり不思議なことに、はい、ある場所じゃないと思い浮かばないんですご自宅周辺のそうなん、川沿いですか。まあ、世田谷公園周りじゃないと思い浮かばないんですすごい場所ですね。まあ、はい、まあ、いろいろ言う前にまず聞いてもらいましょうか。はい、はい、何何聞きたいですそれはね、その楽しみだなっていうのと、はい、不安だなっていうのと、はい、面白そうだなっていろいろあると思うんだけど、はい、何が一番勝ってるんですか面白そうだね。わかりました。はい、じゃあ、いきますよ。はい、はい、この、スピーカーから流れます。はい、なんだらだら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 、ララ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 ラというフレーズをどこかに入れて、はい、曲を作ってください。あ、これは一部分ですなんですね。はい、正確に申しますと、はい、これが出だしでもいいし、サビで使ってもいいし、はい、そうじゃないところで使ってもいいんですけども、はい、このフレーズをどこかで使っていただいて、はい、曲を作ってほしいです。あ、今回はそうなんですね。全体じゃなくて全体的な、多分、はい、僕のこの天才的な鼻歌は、はい、今回は一部分にしとかないと、はい、文也さんの色は出てこないし、
ジョンさんのからは出てこないと思うので、なんかでもこのフレーズはぜひ使ってほしい。なるほど、はい、なんかちょっとイメージできたんですけど、うん、途中分かんなかったです。何度でも聞かせてあげるんですけど。、はいはい、まあそういう感じで、はい、今回は、クリスマスに向けて、この曲、このフレーズを使った曲を皆さんに作っていただきたいと思います。わかりました。率直な感想を教えてください。難しい。はい、いい曲にしたいと思います。ありがとうございます。はい、ではジョンさんと、はい、皆さんとで、どんな風に仕上がっていくのか、楽しみにしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。